いやいや、テントの話があってね、この前スーちゃんに振ったんだよ。はい、本日8月何日7月か、7月何日です。最終 STJ 今度の9月24日のサティスファッションミランの最終オーディションです。はい、ということで最終審査はウォーキング。でも顔つき変わったよね、なんか。そんな感じでね、最後ウォーキングレッスンというののまあ審査、そこで1人か2人か3人か4人はないと思う。3人もないと思うな。1人か2人、もしかしたら1人かもしれない。諦めがつくぐらいファイトしてね。はい、はい、じゃあ怖い先生呼びます。はい、怖い先生集合。はい、ほらーほらー、怖いよ。カメラよろしくお願いします。ここ以上プロフィールが入るから。ここ？もしくはここ？どっち？そう、ニコニコしてて。今プロフィール入ってるから。うん、オッケー。で、最終審査ということなので、ウォーキングね、思い切ってやってほしいなというふうに思うんですけど、これね、レッスンというか、まあ指導付きってめちゃめちゃありがたいですよね。そんな機会ってあんまりないと思うので、じゃあみんな勝ちに取りに行ってくださいね。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。どうでした？どうでした？クリーム、クリームちゃん、はい、肌が綺麗。やっぱもう通常の姿勢がもう反ってるんですよね、私。だから筋トレで直してもらったりとかするんですけど、やっぱなかなか日常の癖って治んないので、ちょっと頑張ってさらに姿勢矯正していきたいなって思いました。最初に歩いた時と最後に歩いた時は結構自分のキャラを出せてたから、その最初はやっぱなんからしくしなきゃみたいな、多分こうっぽく、これっぽくじゃないけどだったんだけれども、こう最後変わってたのはすごい。あの本当らしく、うん、そうおっしゃる通りで、うん、最後良かったね。最後良かった、うん、メモは膝が当たらないって書いてあるけど、だから、ね、ここね、そうこれ、ここのね、ここの間がすごい、ね、気になるんだよね。やだやだ、ここね、ここでもするぐらいでいいから。あ、なるほど、うん、はい、あの一応型がやはりありますね。なので型をあの伝えるので、自分なりに消化するっていうふうに思ってくださいね。はい、じゃあ足が、まあ分かりやすくごめんね、右足にしましょうか。どなたか2名ほど後ろ足からできましたよ、こっちからね。小指に力が流れるわ私っていう人は、あ、そういう癖があるんだなって思ってください。はい、でもうちょっと前の人はどんどん前行っちゃってください。戻るときは2列目から行きますからね。なんか引っ張られちゃいましたね、靴も無理だし。なんか歩くと不安になるんですよ。その止まってると全然大丈夫なんだけど、歩き出した途端に不安になってずっと引きずって切り替えられなかった。やっぱりあのあれの積み重ねが恐怖になっていくことはあるじゃん。壮絶なジェットコースターのような1時間だったね。じゃあ辛かったね、辛かったね。分かんない何言ってんのこの人みたいな、ゾーン入ったらそういう風になっちゃうからね。そうなっちゃう。だから彼女はね、モデルっていうかね、アーティスト、あ、そう、本当表現者。栗原もスチールのポイントついてます。素晴らしかった、本当にすごい。なぜなら俺ら笑っちゃったわけ、すごすぎて、っていうぐらいすごかった。前にいるのね、だから肩の上に乗せたい。だからここ緩めて、よいしょって持ってきてあげて。そう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 。顔全体硬いって書いてますね、私も。眉はね、本当ウォーキングはね、まあ俺がヘタヘタ言いすぎて苦手意識があるかもしれないんだけど。スチールの時あんなに水を得た魚のようなのに、ウォーキングになるとこういうふうになるの、あの レオみたいになる。あの下手くそのレオみたいになっちゃうの。いや、そうそう、でもなんであのスチールの時のすごい素敵な表情が、そう、ね、ウォーキングで出てくれたらいいのに
ね。本当にそう。っていうかあのままの波動で来ればいいのに、ウォーキングになると別人になるんだよね。別人可愛いね。だから本当にスチールだけだったら全然世界で通用する、はい、本当にスチールモデルで海外行った方がいい。それぐらいレベル高い。もうそう物語がある言われるんだ。そうした方がいい、うん、行きます、うん、ありがとうございます。そっちで勝負だ。いや本当だよ。歩かない方がいいよ。もう、うん、もう歩かない方がいいよ。歩きたいです。そうそうそう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。キレッとしててこういうメイクをちゃんとしてきてるじゃん、はい、だからその雰囲気にちゃんと合わせた、そこでみたいな感じだとちょっと似合わない。だからキョトンとしてる。こうやって、はい、こういう顔してるよ、うん、みたいな、はい、ちょっとキャラちゃん。ありがとうございます。はい、服と顔です。顔と服を見られてます、この感じなので、服は当然なんだけど、ブランドさんのものなんだけど、顔は自分ですね。で、なんか他の部分が崩れないようにね、顔作った瞬間に ね。じゃあ分かりやすいようにケミさんの服をイメージした感じにしましょう。はい、自分を見失わないこと。これね、比べるでしょすぐ。あと自分の技術めちゃくちゃ言っていくから、私これできてないみたいな、やばい手おかしいとかなってくるんですよ、頭が、脳が。で、はい最後やってくださいってなった時に、もうこんなになってたら意味なくないですかっていう話です。仕事もそうじゃないですか。いちいちテンパってる人にオーディションこの人からそうなんて思わないじゃないですか。なので最初から答え言いますけど、自分は自分で自分を見失わないようにしてください。いちいち言われてへこんでないでくださいっていうことだけ先に言っときます、はい、多分これが無駄にしない時間を、はい、と思いますんで、それはそれとして吸収して受け取ってほしい。はい、はいはい、緊張してるかなっていう感じが。彼女はもうあれだよ、もう今まで何千何万のオーディションを受けてる、もう緊張してなかった。オーディションの重さだよ。オーディションは慣れてる。まあ、そうですね。ただ、まあ、お芝居の現場なので、うん、全く違うテイストだし、うん、一番最初の時はボロクソにケミさんがされたので、本当にもう覚えはないけど、持ち物なかったのでしようと。でもさ、すごくない？それでここまで来たんだよ。何が起こってるかだから、まだ分かってないです、多分私は。ここで2時でこの彼女の中のこうマグマが見えて、今回はなんかなかった、それが。あ、分かる、なんかあの無だった。ふって見た時の印象が無の。でもともとダンサーだから体幹強いから、あの何け、うんうん、結構ちゃんと動かせる、あの指示をしたら、うん、だからやっぱ良かったんだけど、なんかあれ俺ちょっともうちょっと来ると思ったなっていう。ちょっと2時で使い果たしてしまったかもしれない。いいね、いいね。それはでも正直あって、だから2時のその、いや、します。はい、手なんですけど、ちょっとだけこのまま手首返せますか。こんな大きくしないからね。しないんだけど、地面をスッスッって、あ、そうそう、お掃除する。ちょっと掃除してもらっていいですかね。はい、掃除。はい、はい、スーッと手を下ろします。では抜いてください。肩がすごい上がって歩いてる人、なんかよく肩上がってるよとか、はい、下げてとか力抜いてって言われても、いや抜いてるつもりなんだけどみたいになるじゃないですか。これ下を、お腹すごく入ってていいから、肩がちょい、あの、なんかな、こう前に来ちゃうから、そう、さっき言ってた、ちょっと地面クーッと、そうそうそう、やっとここまで来れたっていう気持ちが一番大きい。やっぱ一時の時もそうだったし、うん、で2回目負けてまたすごい悔しかったので、やっとここまでこの3時に来れたっていうのが本当に良かったなって思います。ちょっとね、格好じゃなくて、全部そう、腰もくねくねするし、うん、なんかもうちょっと お色気
だからちょっとだから、まあ、バーレスクもそうですけどガールズ系の、うん、あの、うん、ねよくある大きなガールズ系俺そのあの知らんあのはははしはははは東京東京なんとかねあのバカみたいなショーいやいやいや、うん、それねそれのウォーキングのイメージだったんですよ。絶対基礎的なものはもうできてる、うん、あの体幹とかそうそうそう、まあ、全然できててであとは多分腰の使い方とかあの見せ方を変えると多分ストーンってモード系にはまってくるから多分そっちのあっちの系の方側の今技術習得はできてるからそうじゃない方向を習得したらバッチリ。やっぱりダンサーはね体幹が強い分遊べるからそうそうそうそ う, そ う, そうだから動かせる動いちゃうんだよ。そうそう動かせちゃうのそう、うん、動きすぎちゃうの動かしてるつもりなかった病気だなお前病気だなそれは一番動いてた、ねうん、ちょ本当にブリンブリンだった、うん、形であの綺麗っていうのあります。実際例えば空手とかもそうだよね。モデルの方もある程度ありますけど体はそれぞれみんな違うからあの絶対私と全部真似すれば絶対 OK みたいなことってないんだよね。なのでちょっとそこを自分の体だったら この感じっていうのを捉えてほしいなっていうふうに思ってます。いいですか。はい OK じゃあやっていきます。本当にまずずっと上手くないまま最後まで、うん、で途中からもっと手足なんかもっとバラバラになったかな全部で手がもともと弱い、うん、あかわいそうなのが手足が長いから不利、うん、本当にそこが一番目立つから、うん、ちょっとなんかだからもうもったいないこなんか もったいないがの先にこう入っちゃう見る人に。もうまあ、ストレートに言うとでも絶対的に恵まれた素質があるじゃないですか、うんうん、手足が長いとか、うん、あの細身だとか、うん、もちろん体調管理で変わってくるけど今持ってるものってものすごい宝物だと思うんですよ。ありがたいじゃないですか親からもらったものでこんな、まあ、いわゆるパッと見スラッとしてはモデルさんっぽいって 見られるスタイルだったりとかこうお顔だったりとかしてるからだからこそめちゃめちゃスキルアップした方がいい、うん、ここのはいいんだけど首の位置とこの位置でこれやろうとすると肩上がっちゃうからさっきの下の意識を持って入れてであの入れたいのはやっぱ足細いからもうちょっと足見せるように歩かないとなんか普通に歩いてますってちょっと見えちゃうから足の使い方研究できるといいかなと思います。はい、なんかねやっぱね、うん、あの本番に強くないうん、あ気負いするっていうか何かその、うん、こうそう何かに追いかけられてる感じ、うん、なんか追いかけられて逃げるんじゃなくてなんかこうなんかね、うん、そうそうそうこういうなんか、はい、なんだろうやっぱさエレガントの中には余裕が必要じゃない、はいうん、それが2時が一番あったかな余裕が1時もなんかすごいもうバン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 すごい来たけど、はい、うんあのそうだね、いい意味で真面目すぎるとか熱すぎるっていうか、うん、なんかあの気合がそう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 気合が漏れてた、はい、ダダ漏れだった気合が、はいうん、足ごめん手をちょっとあの緩めますね。でさっきね手の振りも手の振りってさめっちゃ硬くなりやすいじゃんこうグッてなりやすいからあの体を振るっていうのをあの全てに力が入ってる人って何も動かないのよガチガチでそれって全然魅力的じゃなくてだからあの動くようにしたいんですね。なので先に顔を向こう側に持ってきてもらえますか。あ、どういうことかっていうと見てポン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 これはあの重心っていうかあの自然な原理で体が動いてます。だから手は、はい、後ろってやるのと全然違うっていうことがみんな行くよ。じゃあ力でしょうか。
見たらなんとなく体がファンっていくから、あのちょっとそれやってみて。ちょっと手意識しといてね。で、触れないなって言ったら手に力入ってるよ、めちゃくちゃ。手痛い。はい。自分の癖分かってるんですよ、うん、右手が動かないっていうのを。あ、正解。手、特に右手って書いてある。そうなんですよ、うん、でそれを多分意識しすぎて、より硬くなった感じはしました、うんうん、ここね。はい。で、このなんか巻き方で首が出るのも、うんうん、なんかその自分の癖を考えてたら、なんか硬くなったなって感じでした。そもそも日々の運動とか、はい、なんかこう本当にこう体が硬いから柔らかくしてあげないとここは上手に動かせないから、はい、今日なんかちょっとヒントでさ、こうやってやったりとかしたり、ぐにゃぐにゃぐにゃ、あの辺とかを本当毎日やって、あの緩めてあげて、はい、本当に硬そうだもんね。歯硬いって見て、硬いっていうしか印象がどうしても残らなくなっちゃうから、はい、そこを動かしてあげて、なんかもう手が固まってる、ロボットだじゃん、そこら辺。まあだからその本当デザインだし、そのショーで全然違うから、そう、だから私の感覚と絶対違うので、うん、なんかどうも。よかったよ、よかったよ、よかったよ、手が良かったよ、はい、うん、いいじゃん、スチールポイント持ってんだから、本当にそれ嬉しいです。自分をよく見せれる手段を知ってなきゃいけないけれども、準備してったのと違うタイミングで服を変わると若干やっぱり動揺するんですよ。どうしようかなと思うし、で昨日ちょっと自分が着てた服と違う方がいいってなって、あの他にショートパンツを持ってきてる子がいて、私が長いズボンで着ちゃったから貸してもらったんですけど、やっぱりこう自分のスタイルに合う形合わない形ってあるんで、私的にはちょっと不安になった。それでオーディションでさ、そんな足出すやろみんな、うん、だってさここすごい重要じゃん、ウォーキングってここ、うん、今こういう風にやって、うん、これを入れて、あばらを、そうそうそう、こっち入れて、そう、張りすぎ、よいしょ、OK、で、首が前に出るからよいしょって後ろに持ってて、自己評価としては、あそこがダメだったなとかってより、ドンマイって感じですから、マジドンマイ。まあ、昨日締めくくるならドンマイだ、ドンマイ。ここで上がりますよね。さっきやった片足上げみたいなイメージ、ここで一本ウォーキングになりますよね。で足出しますよね。その時に、ヒール履いてるので、実際履いてる手でいきます。でかかととつま先は同時に踏むような感覚、踏む、今はヒールないんでちょっと違うかもしれないけど、かかととつま先を同時に踏むような感覚でつきます、地面に。ちゃんと出せる場所に出してください。小股すぎてもあれですけど、小股すぎてもつらい。でさっきの姿勢を思い出そうか、そう、それだよね、それです。持ってるはずなんだけども、多分モデ、あのウォーキングとかになった時に、例えばもしかしたらバレエ、バレエですね、うん、はい、バレエだったら違うんじゃないかなとかって想像するのね、私、はい、だからウォーキングの時になんかこうこうじゃなきゃいけないみたいな型があって、うん、なんかそれを真似しよう真似しようっていうのは多少あるのかなと思っていて、いやだから私はでも最後よか、少しよかったなって思うことが、あの表情がいつもなんかなんとなくこう私はイメージしましたみたいな顔つきで硬さがあるんだけど、あの最後はなんかちょっと吹っ切れたかなっていう感じはしたんですよ。みおんちゃんらしく歩こうっていうところが伝わってはきたので、そこは良かったなって。いいじゃんいいじゃん、だって本当そうだよ、ラストランあれで決まるんだからさ。そう、そういうこと。そういいじゃん、良かったじゃん。お疲れ様です。終わったぞー。
終わったぞー。3ヶ月ですよ、付き合ったの。まあ結局3回しか会ってないけどさ。うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。でも本当ね、短い時間ですけど、ごめんね、いろんなことストレートに言わせてもらったんですけど、なんか自分の気づきになってくれたら嬉しいなというふうに思ってます。なので意識して毎日の日々の自分磨きをやってほしいです。そして1日ですぐ忘れますから、毎日やってください、はい、すぐ忘れるからね。はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。